はどこでしょうか。ここはですね、美瑛郊外なんですけども、はい、クリスマスツリーの木っていう、あそこにピーポンポンと立ってるんですけど、ありますね、はい、まあ観光スポットの一つですよね。もうこうやって目の前が大豆かな、これは、はいはいはい、もうすっかり秋の風景なんですけど、いいですね。まあ、去年あたりまでだとですね、もう観光バス、大型バスが3台も4台もこの細い道路にこうつながって、まあ、韓国の、ね、観光客がすごく多かったです、去年もうすごかったんですけどね、この辺も。なるほど。であんまり来すぎてこう畑に入るような、はいはい、入ったらいけないようなサインも入ってるんですけど、こっちは入っちゃいけないんですよね。ダメですね、もうここだけ見るならばいいですよね。まあ、今ご覧の通り本当に僕ら以外誰もいませんね。もう今このご時世ですから。そうですね。逆にね、いいですよ。撮影するには。もう最高です。天気もいいし、静かで。虫の声がチラチラして。チラチラしてね。やっぱりこのね、空の青さと緑、これちょうど逆かな。これいい感じですよね。あれいいですね。これがまさに北海道って感じです。そうですね。最高です。間違えた。ケイさん、ここはどこですか。ここはですね、美瑛でも有名な、はい、一番人が来るかな、はい、色彩の丘っていうところに来てます。はいはい、色彩の丘。あちらがですね、十勝岳連峰がちょっと雲が隠れて見えないんですけども、活火山がこうね あって、でそのふもとに広がる丘陵地帯にこうやって、もう長い年月かけてこう花畑を作ったという場所です。ここ多分美瑛で一番、まあ、青い池に、まあ、続いて観光客が来る場所です、ね。なるほど。青い池と、ここはおすすめのところと、そうですね、もう必見の場所だと思います。広いですね、確かに広いですね、かなり広いですよ。実は後ろにもこうやって広がってますから。どうするね、こういう話で。僕自身久しぶりに来たんですけども、まあ、ちょっと観光客少ないかな。今インバウンドがね、あれですからね。今まあそういうご時世ですから、僕がまあ前回来た時はまあ去年だったんですけども、やっぱり外国からのね観光客かなり多かったです。ですからまあ言ってみたらまあ半分以下の人出じゃないかなって気がします。でもね、そんな世の中とは裏腹にこうちゃんと花たちはね先に越えてくれてね。確かに。頑張ってね、ひまわり君。あっちこっち向いてるけどまあ逆にあんまり込みすぎてもね、写真撮るの大変だったりとか、落ち着いて、まあ1個ぐらいで、まあいいんですけどね、回る上ではね。ありがとうございます。ではこんな感じで色彩の丘ということで言います。ひまわりね、結構可愛らしいです。これなんか家に欲しいですよね。で、蜂たちが結構ミツバチ中心なんだけど、ミツバチがこう蜜を吸ったりするんですけどね。で、あちらがラベンダーとかその他もろもろな花が植えられていて、まあ、6月1月がラベンダー正義だと思うんだけどね、まあ、それ以外の時でも9月の21日だけど、まあ、結構咲いてる感じです。ここはいいですね。こんな感じで拙者撮影で、このひまわりと一緒にそっちの間を撮る、ここを焦点当ててっていうことも、山と一緒にこれと花と撮るという。はい、撮ります。